厳しい冬を迎えるウクライナへ向けて、世田谷区で学生グループらがボランティア活動を行いました。ガムテープください。ガムテープありがとうございます。この活動は暖房が使えなくなったウクライナ市民に防寒着を送るもので、地域住民に使わなくなった冬物の提供を呼びかけていました。この冬ウクライナの方々の多くの人が暖房やヒーターに頼らないで過ごさなければいけない状況があります。できるだけ少しでも厚着をしてこの冬をしのげるように僕たちは支えたいと思います。現地での配送を簡略化するため、男女の大人用と子ども用に仕分け、輸送費を抑えるため圧縮袋に詰めるなどの作業が手分けして進められました。この暖かい服は体的に暖かいだと思いますけれども、気持ち的にもすごく暖かくなるんじゃないかと思いますね。防寒着は明日にも発送され、ウクライナの避難施設や小学校に届けられるということです。